美しい青空が広がる京都レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の構想が期待できます。さあ1番人気の紹介です。シンボリルドルフ、続く2番人気は桜爆心王、注目の春の三冠馬娘スーパークリーク、8枠17番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。桜爆心王と16番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気シンボリルドルフ、桜爆心王、快調に飛ばしていきます。花を奪っていったのは桜爆心王、続いては16番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。桜爆心王先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは16番、シンボリルドルフ、ここにいた15番、続いている5番手に怪奇シャトル、外には13番、少し後ろからスーパークリーク、そしてその内を回ってオグリキャップ、少し後ろから9番、そしてその外7番、さらに内から4番、後からグラスワンダー、向こう正面に入って先頭は16番。順位を振り返っていきます。現在1番手は桜爆心王、続きました16番、2馬身離れてシンボリルドルフ、外から13番、それを見るように15番、スーパークリーク、並んでくる、内をついて怪奇シャトル、少し後ろからオグリキャップ、そしてその外から行ったのはマンハッタンカフェ、少し離れて9番、グラスワンダー、並んできた7番、並びかけてきた、そのうち並んで4番、外から18番、そしてその後方にはハッピーミーク、あなたの笑顔のために、そして内目をつきましては5番、後方2番手に3番、8番、最後方からのレースになりました。桜爆心王先頭を進みますが、これは正解でしょうか。桜爆心王、彼女の脚質には合っていますね。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。400を切りました。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは桜爆心王、ここで先頭に立った。スーパークリーク、残り200、熾烈なデッドヒート、食い下がるグラスワンダー、スーパークリーク、わずかにリード、スーパークリーク、足色は衰えない、グラスワンダーとスーパークリーク、2人並んでゴールイン。スーパークリーク、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はグラスワンダー1着です。